長良公園は岐阜県岐阜市にある公園である。1994年に岐阜大学教育学部、教養部の移転に伴い、岐阜市と岐阜県がそれぞれ用地を取得して公園とした。かつては岐阜県の県営公園であったが、岐阜市に移管され、2017年現在は岐阜市の公園である。園内はガーデニングが大規模に施され、 樹木や年間約12万株以上の草花が植えられ一年を通して四季の変化が楽しめる。2008年3月に以前からあった木製遊具によるフィールドアスレチックコースは老朽化のため大型遊具に更新した。人生花園は外壁をレンガで化粧し流れや女神像があり外部とは異次元の雰囲気を漂わせている。平坂独町の僕は 友達が少ないの TEB アニメには聖クロニ科学園のモデルとなった。パターンゴルフコースでは無料でパター約30本の貸し出しを行っている。芝生広場などがあり、グラウンドゴルフや K スポーツも楽しむことができる。園内には K スポーツ研修センターがある。会議室があり、毎月1日に翌月の利用の予約を9時から受け付けている。 なお開園は1992年4月1日、岐阜市の広域避難場所に指定されている。園内は2012年4月1日から指定管理者として、長良公園ホールディングスが管理運営を行っている。ありがとうございます。